イプルニティ型は、ウクライナの国営鉄道会社である、ウクライナ鉄道が2000年から導入した、ルハンシクテプロボーズ製の直流電化区間用電車で、ある。1896年の創業時から、ソビエト連邦の崩壊まで、ルハンスクディーゼル機関車工場はその名の通り、蒸気機関車やディーゼル機関車が製造の多数を占めていたが、ソ連崩壊後ウクライナに席を置く工場となり、 1995年にルハンシクテプロボーズに再編されたことで、機関車以外の鉄道車両の生産も行うこととなった。その中で、ソ連運輸通信省時代に製造される老朽化が進んだ ER2 軽電車の置換用として開発されたのが、イプルに T 型直流電車である。ステンレス製の車体を有し、車両の全長は ER2 型よりも長い25,250。 ミリメートルである。上空扉は、先頭車に2カ所、中間車に3カ所設置されており、扉部は、防寒のため客室とはデッキで区切られている。編成は8両編成を基本としており、制御車、電動車、付随車、電動車、電動車、動車付随車、電動車、制御車という構成になっている。座席配置は3列プラス3列のボックスシートで、 背もたれや座面はクッションが設置されている。トイレは各車両に一つ搭載されている。冷房装置がないため夏場は強制換気によって車内を涼しくする一方、走行区間における陶器の玄関に対応するため暖房システムや断熱構造が徹底されており、陶器でも車内は設定気温摂氏15度が自動的に維持されるようになっている。電気機器には ロシアやラトビア製の部品が使用されており、制動装置として、電気ブレーキ、空気ブレーキ、手ブレーキが搭載されている。2000年から2008年まで8両編成36本が製造され、ウクライナ各地の直流電化路線で使用されている。そのうち2006年に製造された、イプルに T-017 編成以降は、全面の設計が大幅に変更されている。 また、2004年に製造された、イプルテ t 3 0 0スインチ編成は最高速度、時速 160km の試作車として登場したが、以降製造された車両に試験結果が生かされることはなかった。旧型電車の置換用に2001年から導入された、交流電化区間用電車。交流区間用に対応した電気機器を除く基本的な設計は、 リプルに T 型と共通である。ありがとうございます。